いやーなんかさないんだよね、オルガンをちゃんと弾けるキーボードってないんですよ。はい、どうもシンガーソングライター系 VTuber 本住義直です。こんばんは。今日はオルガンの話、ドローバーとバイオンの話をしようかなと思ってます。特にバイオンの話したいんです。バイオンっていうのがあって、音って一つの音だけでできてなくって、たくさんの音の合成でできてるんですよ。まあそれはいいか。それはいいか。でそれをね、すごい普通になんか分かりやすく使ってる楽器っていうのがまあオルガンだよねっていう感じですね。で、多列接点鍵盤の話はいいよ。本当に画面出そう。ああ、いいでしょ。オルガンだ。これがオルガンの画面でさ、まあこっち側だけ使います。で、今8フィートだけを引っ張ってる。と、こういう状態。ちょっとボリューム上げた方がいいかな。ディストーションしかないけど。こんな感じ。で、要はこれが1オクターブ上なんですね。例えばこれでドを弾くと、これがドなんですけど、これ引っ張ると2倍の音。ドードードーって1オクターブ上でしょ。で、2.5フィートかなを引っ張ると、これはソが鳴るんですね。ドードーと。あ、これでパワーコードみたいな。みたいになるとかね、そういうような感じ。まあこれがオクターブの関係ですよね。2つ鳴らすとこんな感じで太い感じになるという感じですね。まあこっちが引っ張ると、より何低いよ。まあこの3本引っ張るのがだいたいよくあるセッティング。よくあるセッティングですね。実際はね、あとパーカッションっていうのがこれが入ってんで、これバイオン関係ないんですけど、これがないとこうなってる。パーカッションっていうのを入れると高い音がちょろっと入るんですね。でこの高い音、実は本当はね1番のドローバーの部分使うんですよ。本当はっていうの、本物の、ハモンドオルガン。本物のハモンドオルガンはこれパーカッションオンにすると、確かこれ効かなくなるはず。このドローバーの音の成分が全部このパーカッションに行っちゃうんで。でもこれは、偽物なんで、効きます。これは効きますっていう感じですね。で、まあこれをこう、なんか、いろいろやって、音色を作るっていうのが、これがまあバイオンというものなんですよね。そんな話。でバイオンがね機能するのって、トランジションじゃないや、長くサスティンしてる、バーアーって伸びてる音でしか機能しないんですよ。で、そのなんていうのかな、その音がの立ち上がりの部分ですよね。音が始まるところ。ここに一番なんか音の特徴って出るんで、実はバイオンってあんまりは嘘だけど、そこまでその楽器の判別するのには使えないというのがなんか実験ではされてるみたい。
ではなんとなくこの声で音色をこう作るみたいな感じになってますよね。倍音をコントロールするっていう楽器がオルガンです。でフルに全部引っ張る、これが一番好きこれが一番好きなセッティングです。でね、本物のさあれってハモンドルガンって多列接点鍵盤っていうんですよ。多列の列の字がちょっと iPad から変換できなくてあれしちゃったんですけど、列はね、なんかあのこうかな多分こうだったと思う。多列接点って言ってですね、たくさん接点があるんですよね、うん。で普通のさキーボードってこのキーボードを強く弾いたり弱く弾いたりっていうか、キーボードを押し込むスピードの速さでベロシティが変わるじゃない。ベロシティ、まあ、速さのことをベロシティっていう言うんだけどね、その押し込むスピードが速ければ速いほど大きな音が出て、ゆっくり押し込めばゆっくり押し込むほど弱い音が鳴るっていう方式じゃないですか。あのオルガンの鍵盤全然違うんですよオルガンの鍵盤ってあの押し込んでく、あの押し込む深さによってあの音色が変わるっていう仕掛けになってるんですよね。それは多列接点鍵盤っていう。でこれのなんていうのかな、これがあのさっきのドローバーがあったじゃない、あれの高い方のドローバーからこう順番にこう開いていくようにな設定になってるんです。だから浅く弾くと高い方のドローバーの音しか鳴らなくって、深く弾くとあの全部のドローバーの音が鳴るっていう鍵盤なんですよ。なのであの世の中に出回ってるミディキーボードあるじゃないですか、あれでいかに頑張ってもオルガンのリアルなオルガンが、本当にリアルなオルガンの演奏ってのはできないんですよやばくないですかそうだったのかってこれを何年か前に知った時には思いましたね。そういうのができる鍵盤があればいいんですけど、ハードのオルガンでもちゃんと多列接点鍵、ちゃんとっていう言い方がいいのか分かんないですけど、そのハモンドオルガンみたいなのをシミュレートしたものっていうのはほぼないと言っていいですね。ハモンドから出てるやつはなってるなってるけど、まあほとんどないと思っていいかな、うん。ということでね、多列接点鍵盤のキーボード弾きたいなってヤマハのリフェイスのさ、あのリフェイスシリーズってミニ鍵盤のシリーズがあるんですが、あれのあのオルガンのやつ持ってるんですけど、もちろんそんな多列接点には対応してないですねはい、そんな多列接点鍵盤のあの豆知識を披露して終わりたいと思いますそんな感じでした。皆さんもあの本物のオルガンあったら弾いてみてください。じゃあね、バイバイ。